今日の晩御飯の味付けはこれは鶏中華丼です。で、なめこの味噌汁に漬物、鶏たちを振る舞います。いただきます。 なめこがうまい。 食べていこうかな。 暑いですね。蒸し暑い。もう梅雨かな。雨が続きますね。 ペットのトリミング来ないのがあるんですけども、そこで、そうとしてるので、芝居かな、なんかわからないけども、トリミングしてたんですけども、口にこんな、ああいうみたいな、くちばしみたいなのつけられて、首には殻巻かれて、なんか神妙な顔してしまっていたんですけどもね。うわ、めっちゃ可愛いと思いますよ。 また犬飼いたいな。この間、吉野家に久しぶりに行ったんですね、テイクアウトで。で、今、蝶々と曇りだっけ、蝶々思いだっけ、あの一番でかいやつね、あれと、うなぎの2枚盛り買って帰って食べたんですけども、まあ、うまいですね。やっぱり吉野家は、 牛丼の新鮮だけあってうまいなと思いましたし、うなぎもね、2枚大きなのが入ってて食べ応えありましたね。
あまりのね、蒸し暑さに、ちょっと菌を犯しまして、菌糸中なのにどうしても酔いたくなって、ビール飲んじゃったんですね。だから久しぶりなもんだから、もう回っちゃって、でも冷たいの飲みたいからね、氷をビールに入れて飲もうとしたんですけども、あんまり記憶はっきりしないんですけど、どうも、冷凍庫の中の冷凍餃子の袋を破って、中の餃子を2個取ったみたいなんですよね。あんま覚えてないですよ。そして、ほら、これ違うなと思って、もともと氷の入ってる袋の方に、餃子を入れちゃったみたいなんですよね。全然そんなこと覚えないんですけど、昨日か、Kが着替えに氷入れて飲んでたんですけど、なんか中にティッシュみたいなのが入ってるんですよ。なんでティッシュなんか入れて飲んでるのかなと思ったんですけど、まあ、飲みたいのかなと思って、そのままにしといたんですけど、飲み終わったらね、ギャーって言うんですよ。なぜなんだと思ったらね、そのティッシュみたいなものは冷凍餃子だったんですよ。Kが冷蔵庫の中の氷を取って服が吸いに入れて、まあ、氷だと思って餃子を服がその中に入れてこう飲んでたわけなんですよね。それも僕は悪いんですけど、もう全然覚えてないから、何どうしたのってさ、餃子が入ってるって言って、あれはちょっと爆笑問題だったけど、笑ったら怒られるし、すいませんとか言ってたんですけどね。確かに餃子の袋が入ってました。餃子も2個なくなってました。しかし飲んでる方で早く気づけようと思うんですよね。それは無理だ。そうなんか、朝ね、近所の土にカラスが引っかかってたんですよ。なんか足でも挟んでるのか分かりませんけどね、なんかカー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 鳴るで、巣穴からもう一匹のカラスが急降下したりで横行って助けようとしてたんですけどね、あれすごいな、動物といっても分かるんだなと思ってね、しばらくカー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 うるさかったけど、もうなんか無事に捕れたみたいでいなくなりましたけどね。
鳥取中華丼はまだゴーヤとかも入ってるんですけどね、美味しいですよ。ゴーヤもね、こうしたべても、昔はね、私たち二十歳ぐらいの頃ですけども、一日三食食べるでしょ。で、寝る前になるとまた腹減ってきて、なんかもしもし食べたりするんですけどね、あの子はよく食べたな。もう米を一日に7合食べてましたからね。朝2合、昼2合、夜3合でしたね。で、休みの日なんかはパンをね、食べようと思って焼いたりしてるんですけども、食パン一斤をね、全部食べちゃうとかね、恐ろしく食べてましたね、あの頃は。
うまかった。まあ、また、また蒸し暑くなりますし、クーラーの当たりすぎるから風邪ひかないようにしてくださいね。それでは今日もごちそうさまでした。